はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、非常に有名な定番酒ですね、石川県白山市の社田酒造さんから天狗米の山廃純米をご紹介したいと思います。まずこちらのボトル、ご覧ください。まあ、八田でも定番で置かせていただいているんですけども、まあ、八田に限らずですね、日本酒を扱うお店であれば結構ね置いているお店多いんじゃないかなと思います。まあ、天狗米といえば山廃で、そして山廃といえばですね、天狗米と言われるぐらいですね、王道の山廃作りをされているのがこちらの天狗米です。で、まあ、こちら社田酒造さんは、白山市ですね、まあ、非常に蔵元さんの多いエリアなんですけども、まあ、手取川なんかでもね近い、非常にこう水質にも恵まれた、場所になります。で、まあ、社田酒造さん、まあ、車が多いというふうに書くんですけども、これはですね、まあ、昔その手取川のね、水を利用してですね、水車、まあ、水車をですね、使って精米をしていたというですね、まあ、数多くの水車を使って精米をしていたというね、まあ、そこからですね、車田、車が多いというふうにですね、まあ、水車が多いということですね。まあ、そんな名前の由来になっております。で、まあ、天狗米の純米酒、皆さんもね、一度はご賞味いただいたことがあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、こちらのお酒、王道ですね。非常にこう旨味がしっかり乗っていて、酸もドーンと効いているということでですね、まあ、旨味と酸がですね、ダブルでですね、押し寄せてくる、まあ、そんなお酒です。ただ、まあ、それがですね、非常にこう調和してるんですね。まあ、やはり熟成によって非常にこうまろやかに旨味と酸をですね、しっかり感じ取ることができるね、まあ、そんなお酒です。まあ、今非常に暑い時期ですので、まあ、そんな濃いお酒ね、どうするのとね、あんまりね、飲む気にならないなという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、暑い時ほどですね、まあ、おかんね、冷えた胃腸にですね、まあ、こういった天狗米の純米酒のおかんなんかはね、非常にこう体にもいいんじゃないかと思います。まあ、さらに前の季節でしたら、まあ、例えばうなぎですね。はい、まあ、土用の牛の日はちょっとね終わってしまいましたけども、まあ、そういうタレ系のね、まあ、料理、まあ、煮魚なんていうのもねいいかと思いますけども、まあ、そういったね、ちょっとこう醤油味濃いめのね、料理とぜひ合わせていただきたい、まあ、そんな一本になっております。まあ、こちらはですね、常温で放置しておいても太陽にさえ当てなければですね、ずっとね美味しく飲めるお酒ですので、まあ、ぜひ一本一升瓶ね、家に置いていただいて、時の変化をね楽しんでいただくのもいい飲み方なんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、本日は王道の山廃純米酒ということで天狗米、社田酒造さんからのご紹介でした。本日もご視聴どうもありがとうございました。